ダニー・バスは、イングランド・ウェスト・ミッド・ランズ州ブライアリー・ヒル出身の、プロサッカー選手。ストークシティ・ FC 所属。ポジションは DF。地元ウェスト・ミッド・ランズのウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ、FC でプレーを、始め、2008から09シーズン終了後に、プロ契約を締結。コルチェスター・ユナイテッド・ FC、シェフィールド・ユナイテッド・ FC。 シェフィールド・ウェンズデイ FC への期限付き移籍を経て、2012から13シーズンにウルブズのトップチームのメンバーに定着した。2013から14シーズンからは、ケニー・ジャケット監督の元チームキャプテンを務めた。同シーズンでは、リーグ1優勝を果たし、自身もリーグの年間ベストイレブンに選ばれた。その後もレギュラーの座を守り続けていたが、2017から18、 シーズンに、ヌーのエスピーリット・サントが新監督に就任すると、一転して構想から外れた。2018年8月に、ミドルズブラ FC 期限付き移籍した後、2019年1月に300万ポンドの移籍金で、ストークシティ FC に完全移籍した。父方が、インド系である。2017年7月には、インド代表でプレーする意思があることを表明していた。 ウルバーハンプトン個人、ありがとうございます。